か。野球部足んなくて困ってんだよ。よいしょ。よいしょ。でも僕よりケンタの方が。え？マジヤバいんだって。2週間でいいからさ。断ったらどうなるか分かってるよな。落とさないでください。にゃーん。早く平塚。もともと野球部なんだから野球やれや。戻すなよ。実はさ、試合できないと先生クビなんだ。トーコちゃんって何部だ？いや、じゃなくて野球部なの。トーコちゃんって何部だ？コーラスなんでダメなんだよ。ヤギに惚れちゃったらしくてさ、ヤギのいるコーラス部で一緒にモルダウの流れ歌いたいって言うんだよ。平塚の野郎がコーラス部？何がモルダウの流れだよ。モルタルみてえな顔しやがったお前が。やっぱりみんなで野球やるべきだよ。アニヤ。もしかして俺たちと一緒に。ああ、お前ピンチ座っただろ。絶対やると思ったじゃん。触るなって書いてあると触っちゃうんだよ。人間の本能。俺に野球をやる資格はあるのか確かめたいんだ。じゃあ俺が投げてやるよ。おい、三越島、キャッチャーやれ。うん。お前らよーく見とけよ。俺の超スーパー剛速球、村山実に捧ぐ。項目4、打撃のコツは体を軸にして打つというよりは押し返す気持ちで。いえ、アマト振り切る。先生。おお、おお、やべえよ、死んじゃったんじゃない。おめえマジで狙うなよ。狙ってねえよ。さっき死ねっつったろ。うおお、ダメだ、全然ダメだ。先生、なんともないの？ダメじゃん。うおお、こんなんじゃダメだ。おい、そういえば今岡と平塚まだか。あれ、そういや誰かあいつらに野球がマネージャーになったこと言ったっけ。あっ、あれだよ。ピラッチ、あれ、なんだろう、あれ、あそこ。あのジジイ。藤村京太郎、かまと高一。校長、校長、校長。なんで？おい、あれ、ね、ちょっと何、俺受信されたの？あいつら甲子園に出る不良ってかっこいいよね。マジっすか。そりゃ甲
甲子園行けたらいいけど。ああ夢だよね、ひらっち。眠れば見れる。さて、今日は何の夢見るかな。ダメよ、諦めちゃ。なら、もし甲子園に行けたら先生がいいこと。強くなれんだよ。お？あ、こいつど素人だった。聞いてもしょうがねえや。聞けよお前ら。なんか企んでんだろ。まあ本当言うと、もっと練習試合やって実践経験詰めたらいいんだろうけど。けどうちの試合を受けてくれる学校なんて簡単には見つからないんじゃない。タバコ。俺に任せとけ。あ、いや、すまん。だから今回だけは来られてくれ。どうしたっつってんだろ、お前。どうした？分かってるさ。でも、さっきソフトボール部に試合頼みに行ったら、条件としてアニヤ君は出さないでくれって。前ね、アニヤ君が窓から捨てたタバコで髪焦がしちゃった子がいて、怖がってるんだって。野球部のためだ。分かってくれ。つうか、大体なんでソフト部に試合頼んでんだよ。ソフトボールだって野球だろ？タコ、ちげえよ。アホらしくてやってやるかよ。なあ。1番センター関川、2番セカンド御子柴、3番キャッチャー今岡、4番ピッチャー俺、5番ライト新庄、6番レフト岡田、7番ファースト湯船、8番ショート檜山、9番ライト若菜と、まあこんな感じで川藤は考えてるはずだ。何でやるんだ。大体てめえライト2人じゃねえか。え、ただいまより野球部対ソフトボール部の練習試合を始めたいと思います。すごい。聞いてねえよ、関東大会ベスト8なんて。でもこれで自分たちに足りないものは何か少しは見えたんじゃないのか。あ、そうや、昨日の試合どうだった。夢っつうのはよ、そんな甘いもんじゃねえんだよ。俺たちには無理だって言いてえのかよ。腹くくれっつってんだよ。ただやっぱり外れんのは、うん、平塚くんだね。だね。迷える天才、これで7連続三振だぞ。くっせえ、当たるまで投げろ。めんどくせえな。なんでだよ。兄は平塚の顔面狙って投げてる。はっ。いや、とりあえず軽めで。知らねえぞ、死んでもよ。Demon!
あいつビーンボールに野生の防衛本能が働くんだ。マジか。マルダウア。平塚のレギュラーもありだな。ミドルが降って、お表前に明るいのだ。あの先生、阿部裕司と鉄手剣じゃ。この詩は亡くなる妹の死を見つめながら、それでも前向きに生きていこうとする兄の気持ちを。ダメだ、平塚、続き読んでくれ。こらお前ら寝るな。平塚その通り、教頭。今日から教頭先生に野球部の部長をやってもらう。はあ、君たちの力になりたいんだ。イケベマニュアル、そこには学生時代を甲子園に捧げた教頭先生の経験から導き出された練習方法が書いてある。これ全部教頭先生が。せっかく、ちょっと服を脱ぎなさい。はぁ、ちょっと離せよ。いいから脱ぎなさい。まじ怖い、おっさん。私は、さすが合点系高校生だ。合点？伊達に昔から勉強は全くせず喧嘩ばかりやっていたと見えて、すでに使うための筋肉ができている。君たちもそうだろう。あとは合理的なトレーニングによって理想的な肉体に仕上げる。そしてその身体に徹底的に野球を叩き込む。そうすれば甲子園も夢じゃない。左腕とともにバットが前に出てきて、出てきてそこで上体が突っ込まないように壁を作りながら右腰をミートポイントにぶつけていくつもりで回転させる。ねえ、パン買ってかないの？ん？もも上げ100回10セットにスクワット100回5セット。やだ。先生まだアナログテレビなんですか？ダメっすよ。2011年7月何日からか地デジじゃないと見れませんよ。そうなの？はい。こんなメニュー無理だよ。ダメでしょ、やらなきゃ。男の子はスタミナよ。スタミナ。が出てくるんですけど、あれ、あと500。すなわち4。出ようしてる。下げて。一人でちまちまやってんじゃねえよ。お前ら、この前若菜に頼みたいことあるっつってたよな。よし、アニア、試合までに完璧にしろよ。
君に望むのはズバリホームラン。9回裏西満塁一打サヨナラのチャンス。たとえ打席はアニア君だったとしても君を代打に送る。京都かもしれん。どっちだてめえ。